ード第11節1戦目さあ、そして打席には下鶴が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、勝ち越しは防ぎたい場面です。ここは我慢のしどころですね。しのいで流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。変化球打った、サードが抑えた、一塁アウト、ランナー二塁は4番。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャー。変化球打った、取った、一塁へ、一塁アウト、ファインプレー、これで3アウト。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、この守備に阻まれてしまいました。抜けたと思ったんですけどね。バッターボックスは8番下鶴。今日はまだ当たりがありません。さっきは最後うまく裏をインサイド落ちました。ファウルになります。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。落ちるボールはこれは外れています。変化球で空振り。試合を制したのはソフトバンクホークスです。